こんにちは。こんにちは。コメントで何回かあったんですけど、はい、僕らのセッティングでも話そうかと思います。イエーイ。毎回さ、これなんかセッティングって何回か質問コーナーだったり動画だったりでやってると思うんすけど、興味ないと思います、多くの人が。コメントであったから言うっていう、こう大義名分、大義名分のもと、はい、すっとすっとお許しください。日本で何人目、レーティング7でセッティングを自ら公開しに行ってる人。いや、これレーティング7の人が悪いってことじゃないからね。気持ちをいじめてるだけで。いじめてるだけどっちもダメだからね。正直俺はそんな言いたくはないだから。まあそうだね。俺も言いたくないよ、うん、やっぱりセッティングについて喋ってる時ってどうしてもドヤ顔に見えるじゃないですか。うん、ここはこれでこうでこうしてるんです、はい、結果こうなってますみたいなね、はい、結果こうなってるんで、説得力とか、その上手くなるためにっていう感じで見ないでください。じゃあどっちから引く、どうぞ。いいの、もう出てますんで。私のセッティング、はい、フライトがまず、まあちょっとまあ自分らのフライトなんですけど、そうっすね、はい、L スタイルのシェイプ、L さんです。そう、それを言おうと思ったけど出てこなかった。いやいや、シェイプでもいいと思う。L さんです。 L さんです。知ってるずらしよ。で、シルバーのシャンパニングで、 L さんのプロじゃなかったですか。 L さんのプロです。それイージーではないですよね。L の俺はそこまではちゃんと分からん。だから L さんのプロよ。 L さんのプロで多分シルバーのシャンパニングで、股間に入れてます。股間に、いや股間に入れてるだろ、これは。それいるかな。あ、これ何センチだったっけ。センチ260だろ、カボンですね、はい。なんですけど、その心はなんか一般的な長さって言ったらこれが出てきたから。こだわりねえやつが晒すな。それな、セッティングを。 でもね、今このセッティングのこのね、シャフトの長さはちょっと今本当にここ 3,4 日ぐらいで長えなと思ってきてるところ。え、260が長いの。その心はおそらくバレルが長いから顔に当たるのよ今。だから顔にちっちゃくすればいいじゃん。え、ここが縮まることあるの、こっちが。ロケットとかスリムにすれば当たんないでしょ。あ、違う違う、ここが当たるの。あ、もうこう引いて当たるの。こう引いてこう、こう当たってるから。あ、じゃあもうどっちにしろな。そうそうそう、だからシャフトを短くするしかないんだけど、ただ俺これ買うときにどうせ今全部まとめて買おうってタイプだから、もう予備もあんのよ。あー、で、なかなか折れんくて。まあ折れません、ね、全然折れんくて、はい、消費ができなくて余っちゃってるから、どうしようかなっていう。で、まあ、いやでもまあそれセッティングあるあるだと思うけど、変えた方がいいよ。そうなのよ、いや、どうせ100回260になるタイミングあるから。お前が言うことは、うん、その正しいと俺も思ってるし、はい、俺もそうしようと思ってるんだけど、ってことは次これより短いのにするじゃん。ってことはそれも2セット俺どうせ買わないよ。分かる。一旦1セットにしろよ。ってなると、うん、どうしようかなっていう時期です、ちょうど。でも当たるときと当たんないときがあるから、まあ今はいいかなとは思って、まあこれ使ってます。で、はい、来ました。来ました、バレル。いや、もう知ってるだろみんな。ダイナスティ、だいぶ薄くなったね、色が。ダイナスティ新菊一文字、2BA タイプの方ですね。おお、非常に細くてストレートで、いや、投げやすいよね。俺はめちゃめちゃ好き。いや、これを話すと長くなるけど聞いてください、はい、どうぞどうぞ。で、最初選んで、まあ、その時の買い物とかで買って選んで、その後めっちゃいいやめっちゃいいやってなったんだけど、ある日突然ちょっとこれ俺合ってないかもなって、細すぎたかもなと思ってた時期があって、はいはいはい、新しいバレル買おうかなみたいなこと言ってた時期あったじゃん。ありましたね。ただじゃあいざもう買おうかなと思った時あたりに急にまたこいつが馴染んできやがって。あ、なるほど。そう、馴染んできていただいてか。馴染んできていただいて、おろって、おろ、これいいなというとこです今。あ、なるほどね。今ちょうどいい時期。まあ確かに、うん、まあ、グリップもね、なんか多分分かんない範囲でちょっとずつ変わってんだと思うのよ俺が気づかない。でもそれはそうじゃない。で、うん、今すごいなんかしっくりきてる。なるほど。そう、俺指短いからやっぱ細い方がここがね、上が下がりやすいっていう、はいはいはい、なっていうのがちょっとあって、やっぱこれいいなと思ってます。で、重さもやっぱ合ってると思うから、シャフトを短くして当たんないようにするしかないのよ。あ、なるほどね。そうっていう段階ですね。はい、で、チップは L スタイルプレミアムリップポイント白です。以上です。
ナンバーファイブですか？いや、2BA です。さっき言ったよ。チップ、ナンバーファイブのものを無理やり入らん。無理やりは入らん。なんかボールペンにチップ刺す人だから、ちょっとあり得るかなと思って。大きくせんと粘土とか詰めんと無理やん、それ。で、はい、一応見えてないんですけど、僕はここゴムを使用してますね。あの、緩まないやつ。ああ、知ってるよ。いやいや、言わんと。ゴムは愛用しまくりですよ。で、ここだけ前ちょっとシャフトを取るときに取っちゃってないんで、新しいゴムを買わないとなという段階です。これだ、多分これを悩みどころね。シャフト変えようと思ってるから。あ、わかる。ゴムの替え時ね、ちょっと悩むよね。そうそうそう、っていう貧乏症が出ちゃうんで、っていうセッティングですね。こだわり、ここの菊池のこだわりポイントは、フライトですね。え、やっぱこれいいなと思う。それぐらい間違いない、うん、もうあとはただバレルとかは投げやすいとかあるかもしれないけど、俺が知らないだけですごい恩恵受けてると思う、道具に。まあね、そう、特にもう僕が始めたの2、3年前かな、はい、の時とかはまあやっぱりもう道具もすごい進化してていいものが多かったと思うのも、うん、ね、っていう話をこうダート歴長い人たちからお話を聞いて回ってたら、あ、なるほどねって恵まれてんだと思って、うん、で多分俺が知らない間に多分恩恵を受けてるんだけど、うん、俺がこれをすぐ使い始めたから分かんないから、はい、そのこだわれてないというか、なるほど、知らぬ間に恩恵はだけ受けちゃってる状態です。はいはいはい、いいと思う、うん、おすすめとは言わんけど、一緒に前リーグ出てた、あ、誰、ちょ、そうか、誰とは言えるか、誰かによると思う。ウエピン、あ、ウエピンオッケーだろ。ウエピン、一緒にリーグ出てもらってたウエピンも、今はどうか分かんないけど、この新菊一文字の ここがナンバーファイブの、あー、使ってるね、だったのよ、うん、え、だった、あ、いや、だったんだけど、あ、それ見た時にね、今はちょっともうかれこれ1ヶ月以上会ってないから、あ、まあね、確かに、うん、ちょっと会えてないから分かんないけど、そっちのウエピンのセッティングはやっぱりバレルが長い分シャフトが短くしてあったのよ。まあ上手いからね。そう、彼は上手いからね、うん、もうクリケの絶望的なところからブルーだけでまくって勝つ男だから。素晴らしい、めちゃめちゃもう楽しい。グッジョブ。そう、すごいかっこよかったんだけど、いや、それはいいんだよ。そっち投げさせてもらったことがあるんだよ。お、ナンバーファイブ。ナンバーファイブ、まあそこは正直俺は分からんかった。シャフトか、シャフト短いバージョン、ね、はいはいはい、いいな。シャフト短くする、まあありだと思う。だからちょっとやっぱ今考えてるとこです、僕は。シャフトは、なるほど、はい、ただカーボンがいいなと思ってます、個人的にね。すごい、いや、いいよ、カーボン以外買う気がないもん俺も。で、あのカーボン買ってすぐ折れたからもうカーボン買いたくないみたいな人たまに見かけるんですけど、あのシャフトが折れるのって運なんで、あの運が悪かっただけだと思う、その時ね、うん、だ、俺も、あ、運悪かったなと思ってもう一回すぐカーボン、そしたら持つ。大体、あとお店にもよると思う、正直。お店？あの、マット敷いてないお店とかだと、すぐ折れたりする。まあ、床にもよるけどね。ああ、まあね。うん。それマット敷いてなくても平気な床も全然お店もいっぱいあるけど。まあ、当たりどころじゃん、結局。その、まあ、蓄積で折れる場合もあるけど。少なくとも、プラよりもカーボンの方が、素材的には絶対折れにくいはずだし、そもそもね。線折れにくい。その中でも、さっき言ったみたいに床、よく投げるところが、その床の状態でよく、まあ、じゃあ折れやすいっていう、うん、であって、だから僕はあのプラの方に普通のやつしてますっていうのも全然ありだと思うし、はい、ああ、分かる分かる、俺もそういう時期あったし、だから環境に合わせて使い分けるのが一番いいと思う。そうね、うん、だって全く同じセッティング、全く同じお店なのに俺3時間で7本シャフト折ったことあるんだけど、それ手で折ってたでしょ。在庫がなくなったショップのてか満喫のどういう反応してくんの、そういう、もう330がないってなったいや、しかも330とかってあんまなかったりするじゃん。まあ、ね、まあお店によるだろうけど、うん、そう、でもそう思いきや突然3ヶ月持ったりとかもするし、うん、あ、プラでね、ちょっとよくわかんないけど、運で、ね、運と飛びと床次第だと思う、うん、はい、はい、私のセッティングでした。使い込んでくうちにカットもよりいい、自分にいい感じになっていいですね。いいですね、いいですね。はい、ということで私のダーツセッティング